はい、皆さん、えー、こんにちは。今回はね、ブルー着ております。本当はね、いつものね、真っ黒シャツ着たかったんですけども、ちょっとね、洗濯中なんですよ。えー、で、まだね、バンコクは浮きなので、なかなか乾かないんでね、仕方がないんで、この、えー、ブルーのシャツを着てるんですっていう感じなんですね。 はい。えー、でですね、あの、ちょっとね、昨日、おとといぐらい、まあ私もその手元の仕事がね、ちょっと溜まってましたので、そちらの方をちょっと中心にやっててですね、まあ本当だと、なんか日本はね、今回、今週は3連休だったんですよね。実はその3連休だったっていうことがね、私も昨日気がついてですね、ああ、そうだったんだなと思ってですね、 あの、皆さんもお休みの方が多いと思うので、まあ動画をね、見る機会とか結構ね、あると思ったので、えー、ぜひね、動画を出したいなと思っていたんですけども、なかなかちょっとね、手元の仕事で出せませんでした。ただね、えー、ちょっと昨日の、まあ昨日もちょっとね、夜鍋をしてですね、だいぶ片付いたので、本日はどちらかというと、YouTube のこの活動を中心にね、頑張っていこうかなみたいなね、感じなわけですね。はい、えー、でですね、実はね、昨日おとといぐらいも、 あの特に皇室関係で、えー、動画作りたいなーって言ったような話題がですねちょっと2本3本溜まってるんですねなのでそういったような話題を中心に、まあ、本日はどちらかというと、まあ、皇室関係のね話がメインになるかなというような感じでおりますはいということで、えー、今回の話題なんですけどちょっとねサムネイルに書いといたけどこれ実はね今朝方出ていた「デイリー新潮でちょっと暴露されていたんですけどいやこの話はね私もね まあ何年何年前だ、えー、これですね、えー、もうだいぶ前なんでね、えー、もう十何年前なんで初めて知りましたね。こんなことあったんだなということをまたちょっとびっくりされて、でびっくりしてですね、で、やっぱりエムコさん、トンゾラエムコに関してはね、こういったようなことだったんだなということを改めて認識させてもらいました。でそういったようなことを中心に、えー、実はそのね、デイリー新庄の中で、 実は永遠の宮家というか、宮家の女性皇族、まあプリンセスが元気がないみたいなね、そんなようなことが書いてあるんだけど、いや、当たり前だろうなっていう感じなんだけどね。ちょっとまたね、一旦切ってね、あのー、画面変えます。はい、ということで画面変えましたけども、 あのー、まあね、えー、題材というかですね一番上のまあ表題の部分は「エム子の素顔が明らかに」みたいなことを書きときましたけどもまあ基本的にエム子のねことは中心に話したいんですけどもさっき言いましたように、まあ、エイヌミ宮家のねプリンセスの方々にとって元気がないいやだから当たり前でしょっていう話なので一応お一方お一方の話をねしていきたいと思うんですけどまああの下に書いてある通りまずはね佳子様というようなことで いや来月本当にペルー行くんだねみたいな感じですけどもそれに関してはまたね大注目なんですけどもまあ、ちょっと今回はねそのペルーの話は置いといたとしてもですねえまず佳子さまというとまあこの「デイリー新潮のね記事をそのまま引用させてもらうとまず2007年の2月これね A ヌ宮家が葉山の御用邸で えまあねご称揚されてるっていう時の話ですけど、その時にね初めて当時ね、えー、まだね小さかった、えー、その久々人様がね公演デビューをされるっていうのことで取材陣が集まっていたようなんですね。でその時にね、えー、実はね加護様が当然そのご家族の一員としてお出ましになったんですけど。 その時に、ね、久人様よりあのカメラマンをね釘付けにしちゃったのが実は加護様だったっていう話でねここに書いてある通りまり、あ、カメラマンの中からね随分可愛くなったなといったようなね簡単な声が、えー、まあ出ましたとその当時まだねはにかんだような笑顔だとかね、えー、その健康的なスカート姿そういったようなものがどうもですね映像のプロ,プロのカメラマンの心をつかんじゃったようだということで これだから2007年だから約16年前か。16年前っていうと、えー、何歳ですか佳子さんが12、3歳ぐらい。まあちょうど中学校に入るぐらいですかうん。なるほどね。っていう感じですよね。まあそういったような、まだまだね、えー、まあ小さい頃の佳子様だったんですけど、まあその頃、 ねえー、まあその中学校に入るか入るねそれぐらいの時なんでまあかくなったなっていうことでカメラマンをどうも釘付けにしちゃったらしいですねカメラマンというかですね取材人の、えーまあ、実際の、ね、お目当ては悠仁様の公演デビューだったんですけども実はね釘付けになったのは、えー、その佳子様だったっていう話ですところがその佳子様なんですけどもそれにやっぱりミそをつけたのが やっぱりあの例の例経験問題なわけですよね、まあ、これはまだね記憶に新しいんでまあ、皆さんもね覚えてらっしゃると思いますけども例のね ICU を卒業した時ですよあの時にね、えー、姉の一個人としての希望が叶う形になってほしいみたいなことをね言っちゃいましたよね。でこれによってやっぱり世間からはね当然その当時の M 子さんの「 えその経験問題の結婚ね騒動に関しては何だっていうことがね SNS 上でバーッと広がっておりましたのでね当然この YouTube もそうなんですけどまあそういったようなことで、えー、まあなんでねそういったので結婚を擁護するんだっていうことでここからもう風向きがガラッと変わっちゃったっていうような、えー、まあ過去様なわけだよね。 で、それから、まあ今現在もとにかく公務、公務みたいなことでね、ICU 卒業した時は全然公務してなかったのに、なんで今更、今更じゃありませんけど、公務、公務みたいなことでね、今度は自身がね、結婚する時のためのね、準備をされているんじゃないかなっていうことも、いろいろ囁かれているわけです。まずその過去様の話だとか、あとはね、今回のちょっとメインのね、はい、M 子の話なんだけど、 あのこれちょっとね黄色で書いておきましたけど実は私もこの話初めて知りました皆さんね覚えてられてる方もね結構いると思いますけどもえっ、ー、とねこれだから2000当時やっぱり2007年8月のねマダガスカルの2人旅ということでエイヌミア殿下とねお二人で、まあ、確かにねこの16年前ねにマダガスカルにご旅行されましたよねまだ16年前だったので えー、M 子さんにとってはまだやっぱり中学生ぐらい、えー、今32歳になりますから1 5六6歳ぐらいの時ですよねまあその時にエヌミヤ殿下と2人旅されましたということで当時は結構ね えー、なんて言うんですかまだエ ANN はバッシングなんかされてませんでしたので批判されてませんでしたので非常に大きな注目を浴びたんですけれどもその時にね、えー、実はこのテレ,ビテレビ局によるチェックミスだっていうような話なんですけど声が残っっちゃったらしいんですよ通常こういったようなああのー、ま皇、あ、族の方々のね映像っていうと声がない無声のね無音声の映像がほとんどなんですけれどもあのー。 なんかね、この時にはチェックミスというようなことで、えー、要はねこの黄色で書いてある部分「早くして!」と言ったようなことが、えー、この旅行中にね15歳、まあ、当時15歳だったんですねその M 子さんが現地で同行中の女、ね、官をね叱ったんですって。 いやーこういったようなね、私もこれちょっと初めて実は知ったんですけども、まあ、皆さんご存知の方もね,おったね、おられるかと思いますけども、いや、ひでえわねっていう話ですよね。同行されているような旅館の人ですよ。当然ね、かなり名弁の方なわけですよ。当時、当然、あのむ子さんは15歳だったわけですからね。で、まあね、そういったような同行してもらっているね、その旅館の方に対して、早くしなさいよみたいなことを言ったらしいんだよ。 こ,のともうこれを見てもね、まあ、今現在ではもういろいろ暴露されちゃっているその M 子さんのね気質というか性格というか、まあ、そういったようなことがこの当時まだ15歳ではありましたけどあったっていう話ですよねで、えー、その後に起こるその経験問題につながったといったような話ですよねで、えー、その経験問題が起こっている時にご自身のこの結婚問題に関して言われた内容がこの一番下の文章 誤った情報がなぜか間違いのない事,事実であるかのように取り上げられ 辛く悲しい思いをいたしましたといったような、まあ、自身が完全な被害者面をしてですね、まあ、そういったようなことで特に SNS 上で配信されているような内容に関して嘘っぱちだみたいなことが言って実はほとんど事実だったという話だけどねそれをあたかもね事実でないといったようなことで見せかけて自分をね被害者面しちゃったという話ですねこれによって余計に炎上したということですよねこれはもう皆さん、ね、よくご存知の話だと思います いや、いずれにしてもね、このね、女官の方に対して早くしてというふうな形で叱責をしたらしいんですね。で、それがね、テレビ局のチェックミスでそのままね、なんか朝5時台のね、早朝番組だったらしいんですけど、それで流れちゃったっていう話。皆さんご存知の方いらっしゃいましたまあ、ですね、皆さん、もしご存知の方がいらっしゃれば、その時の、えー、まあね、 何て言うんですかその、えー、ご自身のごい、ご記憶のね、えー、ままにちょっとまたコメント等で教えてもらえれば助かります。みたいな感じですね。はい。で、次のページ。はい。で、次のページはですね、まあ、やっぱりエーヌミヤケ、AN 宮家、宮家のプリンセスということで、まあね、3LDK のプリンセスですよ。ね、経費殿下のお話ですけども、確かにね、その当時はね、3LDK のプリンセス、なおかつね、キコさんスマイル、大フィーバーだったですよね。まあ、そういったようなことで、 まあそれこそね芸能人のような扱いがされた経費伝家だったわけですけどもやっぱりねえこのね2020年もうあのねつい最近なので皆さん覚えてらっしゃると思いますけどちょうどえ M 子がね結婚する前年だよね3年前のお誕生日文書で長女の気持ちをできるだけそんできる限り尊重したい といったようなことで、要は結婚を容認するような表現をねされましたよね。これでも sns 用は大炎上みたいな感じだよね。結婚を許すのかとかね。国民の喫税を使ってわがままに育てたのは母親だっていうことで、ここら辺からも江ノ宮家のね。自由自由のね。この教育方針に対して何事だっていうようなことで批判が起こっちゃったわけです。まあ、ここら辺はね。皆さんよくご存知だと思いますけどね。まあそういったようなことなわけですよね。 まあね、ちょっと下に、ね、いろいろ、ね、まだエ、ね、ム子、そして佳子さまが、ねえー、小さい時の写真をね、ちょうど、えー、このね、マダガスカルの旅行のぐらいの時の写真だと思いますけどそれをね、貼っつけておきましたけどまあね、なんて言うんですか、今回、まあ、デイリー新潮はが、ね、元気のない宮家のプリンセスみたいなだ、ねえー、題材で出しておりますけどいや元気ないのは当たり前だろうみたいな感じですよね。 あって、この、経費殿下に関してって、もう今現在皆さんよくご存知の通り、朝礼やって、キー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 言ってね、いじめてるだとかね、でもうね、ご難場である宮城に関しては、どんどんその職員の方が辞めちゃうや、だとかね、休務官もどんどん辞めちゃいます、みたいなことももう言われておりますし、挙句の果てにあのね、50、5億とか57億とか、それこそ60億円にもすね、達するであろうと言われている、あの、ベルサイユ宮殿なわけですよね。 で加護様に至ってはいえ10億円のね一人住まいでしょねそれで今度ペルー行くらしいけどもね一体何しに行くんでしょうね結局あのえお姉ちゃんの M 子と同じようにねマチュピチュの、えー、遺跡を見てね結局は観光三昧なんじゃないんですかみたいなねなんで1か国行くのに10日間もかけるんですかみたいなねえそういった話ですよねそれに関してはねちょっとね私ね本日の動画でもちょっと上げたいなと思ってますのでね是非それもご覧になっていただければなというふうに思います。 ちょっとまた変えます。はい。えー、ということでですね、えー、実はね、本日ね、皇室関係を中心に話をしようと思ってたんですけども、朝方ね、ポーンとね、デイリー新潮がこういったような話題を出してきたんで、いやー、これはひでえなというかね、さっき言ったそのマダ,スマダガスカル旅行でのね、早くしなさいよーみたいなね、そういったようなね、女官に対する叱責だとかね、まあ、 やっぱり15歳だったわけですけども M 子さんこの頃からねやっぱり人格が当然形成されていてであの経験問題を引き起こしたまあわかるなっていう感じですよねそういったようなことをなんかね改めて認識させられるような実態がまた明らかになったといったようなことですねはいまあといったようなことでまあどう考えたってねこういったようなって言うけどめちゃくちゃなプリンセスがいるような見分けでしょ まあ今現在、皇位継承権がね、まあ、2つを持っているような宮家ですけど、どう考えたって、こういったところに高騰、えー、が移るっていうことは考えられないよね、と言っての話ですよ。もう早くさ、あの岸田さん、話をしようって言っての中でなんかな、なんかさ、まああのちょっと名前あえて言いませんけど、どこぞの政調会長がさ、 なんか男系男子みたいなことを言い始めてますよね。ちょっと名前あえて言いませんけどね。やめろっていうような感じなんだけどね。まあ、いずれにしても早く話をしようって感じですよね。早くも皇室転半変えさせないとね、とんでもない話になっちゃうって話だと思います。はい。といったようなことでね、ちょっと新庄が新たな暴露をしてましたので、ちょっと話をしてもらいました。新たに思うエモコさんの実態みたいなね、そういったような動画でした。はい。ありがとうございました。ではね。バイバイ。